実アドミラール、ドローストは、ソ連で建造された大型対戦艦、後ミサイル巡洋艦である。艦名は、ドロースト海軍中将という意味で、第二次世界大戦時のガングート遠征で名を馳せた、VP ドロースト海軍中将を称えた,たもの。1134号計画、ベイルクトで建造された3番目の艦であった。1965年6月16日、 ソ連海軍に登録された。同年10月26日、レニングラードの AA ジュダーノフ記念造船工場にて、機構、工場番号は793を与えられた。1966年11月18日に、浸水。1968年12月27日に、竣工して1969年1月8日付で20。 赤旗勲章受章バルト艦隊に編入された。1970年5月14日から27日にかけてキューバの支援フエゴスを訪問した。1974年から1975年4月8日まで、レニングラードにてオーバーホールを受けた。工事を終えた1975年4月8日付で、赤旗勲章受章北方艦隊に移籍した。 1981年10月1日から1984年6月7日の期間もまた、レニングラードでオーバーホールを受けた。その間に、6機の 30mm4、方針広角下方複合 AK-630M が新たに設置された。1990年7月1日には武装解除され、解体と売却を目的とする。 資金資産局への引き渡しのため海軍を退役した。同年10月1日付で除籍された。ありがとうございます。